300%。皆さんこんばんは、一ノ瀬かなです。このオープニングパートは番組収録が終わった後に収録しています。はい、本編の予告的なパートでございます。ちなみに今回はですね、リベンジをしていきたいと思います。いやでも私は正直リベンジって思ってないんですけども、まあ、スタッフさんはリベンジって感じらしいですなのでちょっと気になる方はぜひ本編を見てチェックしてください。お願いします。それでは第15回目の放送楽しんでいってくださいね。一ノ瀬かなの秘密の部屋。皆さん、秘密の部屋へようこそ。一ノ瀬かなです。この秘密の部屋では、私一ノ瀬かなが皆さんとあれやこれやと内緒のおしゃべりをしたり、私の中の秘められた能力を開花させるためにいろいろなチャレンジをしていきます。番組の感想をつぶやく際はハッシュタグひらがなで一ノ瀬の部屋をつけてつぶやいてくれると嬉しいです。はい、第15回始まってまいりましたけれども、はい、なんとね、今週末は誕生日直前生放送ということで、まあ今日はね12月16日なんですけれども、それの3日後、17、18、19にまた皆さんとね、まあリアルタイムでお会いすることができます。なのでぜひね、19日の方も楽しみにしていてください。そしてゲストに諏訪彩香さんが来てくださいます。嬉しい。で、諏訪さんもね、ツイッターでコメントをしてくださっていてですね、また一ノ瀬ちゃんのお誕生日祝えるみたいなことをコメントしてくださってました。そうなんです、前回あの未知の世界の番組で諏訪さん多分誕生日近辺に来てくださって、あの写真集をね、あの前もらいました。そうなんです、お家に大切にね、あります。はい、まあ、今年は、まあ、クリスマスも近いということで、なんかね、ちょっとワクワクしますね。19日どんな感じなんでしょう。はい、ということで、それでは始めていきましょう。一ノ瀬かなの秘密の部屋、最後までゆっくりしていってくださいね。一ノ瀬かなの秘密の部屋、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りします。一ノ瀬かなの秘密の部屋。はい、まずは改めて番組からのお知らせです。いよいよ今週末19日日曜日に一ノ瀬かな誕生日直前生放送スペシャルをお届けいたします。イエイはい、で先ほども言ったゲストに諏訪彩香さんをお迎えして2人でお届けしていきますね。あー、もう0回目以来の生放送なのでね、もうぜひコメントもたくさん、もう皆さんもう打ち込んでいただきたいですし、メールもね、ぜひリアルタイムでもいいのでどしどし送ってください。まあ、ちなみに特に、こういうテーマだよっていうのがないので、私たち2人に話してほしいことだったりとか、まあ、聞きたいこと何でも OK でございます。もう自由にとりあえず送ってくださいませ。まあ、もちろんね、私へのお祝いメールとかもお待ちしてますまあね、まあ、コメントでも全然いいんですけども、どちらもぜひお願いいたします。はい、そんな19日日曜日ですが、もしかしたらお気づきの方が いらっしゃるかもしれませんがね、うん、そうなんです、私の番組の真裏でですね、日本一の漫才師を決める M1 グランプリも開催されるんです。かぶっちゃったか、かぶっちゃったか、もうどうします。さすがにね、こちらのリスナー様は
もう久々の生放送だし、いやみんな M1 よりこっち来てくれるよね。頼む、来てくれ頼むって感じなんですけども、まあそうですね、まあちょっと皆さんと一緒に生放送を楽しみたいので、ぜひちょっとこちらの方リアルタイムでお願いしますまあ終わってからでもね、この番組が終わってからでも多分 M1 は続いてるので、もし優勝者のみを知りたいって場合はぜひこちらの流れで一旦こちらを通ってから M1 お願いいたします。両方、両方、まあまあまあ、あのこっち7割、M1 さんなら OK。ちなみに、まあでもしょうがないですよね、両方リアルタイムでやってるから。まあちょっとね、ちょっと皆さん、まあ、楽しんでいきましょう。はい、という感じなんですけれども、あの実は以前、この番組でキングオブコントの優勝者をの予想をしましたよね。あのジェラードさんが優勝しますって言って、外れまして。で謝罪会見をさせられましてで言ったんですよ、その、まあ、ジェラードンさんを外してしまってですよ、 M1 では必ず当てますっていう風に皆さんに言いましたよね、謝罪会見の時に。でも私の中では、私の中の世界線ではですよ、ジェラードンさんが優勝だったので、もう謝る必要性は特になかった。うん、あ、また嘘つくんですかってだって嘘つく女は面白い女は、ね、息を吐くように嘘つくだから、やっぱそれはイコールって、ね、言ってましたもんね。そうですよね、だから面白い女に近づくためには嘘も OK ですよね、この番組って感じなんですけれども、まあね、まあ、今回もね、もうぜひ優勝者を予想していきたいと思います。まあ、予想というよりはもう見えてるに近いかな、正直言うと。なのでちょっとね、まあ、この M1 に出場される方のリストをちょっといただきましたので、ちょっと見ていきたいと思います。まあね、ちなみに M1 出るのがももさん、真空ジェシカさん、モグライダーさん、オズワルドさん、ランジャタイさん、インディアンスさん、ユニバースさん、錦鯉さん、ロングコートダディさんの 9組プラス敗者復活戦で上がってきた1組の計10組なんですけれども、まあ、敗者復活戦の方はまだ現段階ではわからないので、この9組のみでちょっと優勝者をね、あの予想していきたいと思うんですけれども、そうね、これ今回の出場者でちょっとあのネタとか関係なく見たことあるなっていう方は3組くらいいてですね、まずオズワルドさんはあのなんか占いの番組に出ててちょっと見たんですよ。でユニバースさんの女性の方もちょっと見覚えがあったりとか、あと錦鯉さんとかもなんか結構バラエティに出ているイメージがあるので、この3組はちょこちょこちょっと存じております。そうですね、でもネタとか本格的にはまだ見れたことがないので、もうこれはもう直感を信じるしかないって感じなんですけれども、なんか結構まあ写真を見る限り濃そうなのがモグライダーさんとインディアンスさんと、まあ、ランジャさんあたり、ランジャタイさんあたりかなとは思ってて、なんかちなみになんですけど、スタッフさんが予想したあの予想屋からコメントが届いておりますということで、ちょっとそれをね踏まえてあの想像していけたらなと思いますけど、ディレクターさんのおすすめはモグライダーさんです。でボケのともしげさんの天然キャラが漫才中に爆発すれば優勝間違いなしです。ボケの方の方がもうノリに乗っちゃえばもう波に ね、そうなんだ、モグライダーさんの確かにちょっと右の方の印象強いですよねちょっといや赤いジャケットをこの写真は着てるんですけれども、確かにインパクト強そうな感じはします。なるほど、どんな漫才するのかしら。で続いて、作家さんのおすすめは敗者復活戦進出者です。あのサンドイッチマンさんも敗者復活から勝ち上がって優勝しています。これは優勝間違いなしですということで、まだわからない
ものに対してかけているということになるんですね。え、サンドイッチマンさん、そうなんだ。だからそうですよね、一回ちょっと敗北を目の当たりにした組がもう後がないぞみたいな感じで勢いづいてくる可能性もありますもんね。敗者って全然実力派が多い。あ、敗者復活戦では勝ち上がってきた組に実力派が、ハライチさんとか有名な方が、ハライチさんとかも敗者復活から、あ、もう今年、あ、もうそうなの、今年敗者復活にハライチさんとかももういらっしゃって、まあ、どなたがまだ勝ち上がるか分かんないけど、なるほど、そこら辺にじゃあかけているんですね。なるほどね。確かに、うわー、敗者復活戦も確かにってなると、だって、はい、予想に乗っかるか乗っからないかは私次第、自由ですって言われてるんですけども、スタッフさん、ディレクターさんがモグライダーで、作家さんが敗者復活戦ということで、いやちょっとね、もうこのチリリリリンに頼るでは頼るしかない。いきます。優勝者をちょっと選んでいくわ。そうね、どこが呼んでるかしら。めっちゃ呼んでる。あ、インディアンさんか。なるほどね。なのでちょっと今このベルが優勝者を選びました。もう私の力なんですけどねなのでということで、今年の M1 優勝するのは、ドゥルルーダン、インディアンスさんです。もう間違いないわな、だってこのベルでやったんだもん。だって恐ろしく当たる占いでね、着々と口コミをつけているこのベルだもん。だからもう間違いないと思うんですけども、どうですか、皆さん的には誰がいいんですかね。あ、今回の自信は何パーセントありますかというご質問をいただいたんですけども、まあここは300と言っとこうかな300% です。もうこれは確信している。なんかね、こう手をかざした時にインディアンさんがやっぱ一番なんかを感じる。だからそうね、インディアンさんかな。もうこれはもうこれは見なくても分かるわ、 M1 大丈夫だよね。だから見なくても分かるか、私の番組にもう優勝者はね言ったから、私の番組を安心してね見ていただけたらと思います。ということで、まあ19日ぜひ楽しみにしていただきたいんですけれども、あの結果はね、まだね、まだ生放送中には分からないので、今年最後の放送で振り返ります。そっか、M1 の生放送があった日にはもう結果わかんないから、そうですよね、私の番組終わった後に決勝があってみたいな感じだから、そのね、生放送終わった、また次の週どっち、30日、はい、30日に予想の、ね、当たった報告をね当たりましたよねっていう報告をするので、ぜひそちらも見てください。はい、 M1 はね録画してこちらを生放送で見てくれると嬉しいです。はい、って感じなんですけれども、まあ、予想はしましたので、ちょっとね、私自身の話もね、もうちょっとちゃんとしていかないとなって感じなんですけどそう、まあ今年もね、まあ半ばに差し掛かりまして、まあ、12月まあ、入る前か入りたての頃に、まあ、段ボールを今年中に片付けるというお話をしたじゃないですか。まあ、でも着々と順調にですよ、片付いてきてはいて、残り、4箱プラス1、大きいの4箱とちっちゃいの1箱で、内容で言うと、シレッダーするやつが大きいの1箱と小さいの1箱で、
その他の3箱は実家に荷物を送る用の3箱です。そうなので、まあ、実質その3箱はもうすぐに送るのでなくなって、残りはシュレッダーのみとなります。なのでね、ちょっとね、まあ年末に年越す前にシュレッダーをねガンガンやってちょっと頑張って消費できればなと思います。問題は残りはシュレッダーです。私の問題はちょっと なのでね、今年中に気持ちよく来年を迎えるために頑張っていきたいと思います。皆さんも断捨離とかしてますでしょうかね。ちゃんと年越す前にやっとかないとダメです。はい、ということで、もうはい、というか OK でございます。なのでね、ちょっといろいろ M1 と予想したりとかねしましたけれども、まあ、きっと当たるのでぜひ期待しててください。はい、30日ですね。でメールはですね、おまけの方で読みたいと思うのでぜひそちらも見てください。はい、メッセージたくさん届いたので読みたいと思います。引き続き、皆さんからのお便りお待ちしております。一ノ瀬かなの秘密の部屋。はい、ここからは番組のコーナーをお届けいたします。恐ろしく当たる占い。はい、占い好きな私一ノ瀬かなが私にしかできない特殊な占い、恐ろしく当たる占いであなたのお悩みを占っていきます。見えたわ。ここで12月の恋愛運ランキングトップ3よ。ふむふむ、見えてきた。第3位、 A 型のサソリ座のあなた、人気店のお店や話題のイベントに足を運んでみて、きっとそこで運命の出会いがあるかもしれないわ。続いて第2位、B 型のお羊座のあなた、初対面でピンとこなかった人に興味を持ってみて、そこから仲良くなれるかも。そして第1位は、トゥルートゥン、O 型のお牛座のあなた。あなたよ、見えている？どんなに忙しくてもおしゃれを忘れないで。とおしゃれをして出かけることで、あの人素敵ってなって声をかけられるかもしれないわ。なのでね、残りの12月の恋愛運にかけてみてちょうだい。きっとリスナーの中にもいるはずよ、この A 型のサソリ座と B 型のお羊座と O 型のお牛座のあなたは、ぜひ12月ファイター。それ以外のみんなも自分磨き頑張ってこう。頑張ろうね、たまに。はい、まあ、とりあえず下見るのが多かったですね。あ、下見るのはやっぱこうね、あの考えてる時ってこっちかこう見ちゃうんですよ。こうここかここに視線いっちゃうので、別にあのカンペとか読んでるわけじゃない。うん、カンペがあるわけじゃない。まあね、みんな分かってくれてるよね、そろそろね。はい、ではあの占っていく前に、前回占いした報告が届いておりますので読んでいきたいと思います。結果報告です。ペンネームデカメロンさんからいただきました。ありがとうございます。評価星5つ中4つ、星4。12月1日、先日こちらで、誕生日にリョーマザ・プリンス・オブ・テニス新生劇場版テニスの王子様を見に行き、そこで誕生日アピールをしたら周りの人にお祝いされると占っていたので、誕生日当日に誕生日おめでとうと書かれた記章をリュックにつけてリョーマを見に行きました。すごい、想定外だったのが予約した回が応援上映の回だったことです。
ギリギリで気がついてペンライトを片手に映画館に乗り込むことになりました。テニプリはテニスっぽいことをしているということしか知らなかったのですが、そんな自分でも分かるような内容はもちろん、内容なことはもちろん親子の熱いストーリーや急に歌い出す登場人物、そしてキャラクターの振りに合わせて踊ったり、ペンライトでテニスボールや教会を表現する、応援上映という映画の鑑賞方法に終わった時には大満足の映画でした。さらに映画が終わった後スマホを見たら、友達から誕生日おめでとうという連絡が来ていました。楽しい映画を見て誕生日も祝われて最高な一日でした。評価も星5つをつけさせていただきます。あれ上に星4って書いてあるけど、なるほど。ちょっと読んでみますね。追記、12月7日1週間経って別に映画を見なくても友達から祝われたのではと思い、評価は星5から星4とさせていただきました。一ノ瀬さんまだまだだね。わーでも、あ、ちなみに入場者特典に、まあ、カードが配られるんですけれども、そちらとつけてったね、ペン、バッグにつけてった記章を写ったやつがこちらに載っております。こちらは柳生と仁王くんですね。ダブルス組んでる2人組なんですけども、はい、誕生日これ本当につけてったんだ。すごい、ありがとう。でも大丈夫よ、ちゃんと祝われたし。いや、きっとね、この映画を見に行かなかったらその友達がね気づいてくれなかったかもしれない。でも大丈夫、私も今言っとく、おめでとう、これで星5になったはず。まあでもね、星4っていうのは結構評価高いので、いや素晴らしいと思いますよ。割と 3.5 以上あればなんか行ってみようかなっていう気になりませんか。ですよね。なのでちょっと今後もね、星5を目指しつつ頑張っていきたいと思います。まあ、ありがとうございます、わざわざ言ってくださって嬉しいです。はい、ではじゃあこちらからは占っていきたいと思います。ペンネームアンドリューさんからいただきました。ありがとう。一ノ瀬さんこんばんは。こんばんは。僕が最近やらかしてしまったのが自転車の鍵を紛失したことです。仕事を終えて帰ろうとした矢先だったので、駅前の駐車場から家まで担いで帰りました。着いたら汗だくでした。こんなうっかり癖のある僕を占ってほしいです。お願いします。鍵結局もう見つからなかったのかな、それか予備あればねお家にいいんですけれども。なるほど、結構駅前から家って結構な、まあなんか距離は分かりませんけども、自転車乗るくらいだったらそうですよね。うわ、お疲れ様です。まあもうね、こういうのを繰り返さないためにもちょっとね、私が占っていい方向に導いて差し上げたいと思いますわ。では参ります。浄化されました。もう一回です。いくわ。そうね、これだわ。これが呼んでいる。ドゥルン、磁石。磁石。わかったわ。玄関に磁石をつけて、フック付きの磁石をつけて、それをに鍵をかけなさい。まあでも仕事中の場合は磁石をね、大きい磁石を持ち歩くことによって、カバンがあるじゃない、横にカバンの横になんかピンク色の磁石を入れといて、なんか網網のと網網なんなんなんか
なんかネットみたいになってるところに磁石を入れて、そこに一緒に鍵を入れたらきっと忘れないっていう風に出てるわ。色のある磁石を入れることによってもうなくさないと思うの。なので100均で磁石を購入することがきっとなくさない方法だわ。はい。あ、鍵が磁石にくっつくってこと。まあそうね、強力な磁石を買っていただいて、それをくっつけておくと鍵がねスルッて落ちないし、大きめの磁石を買っておくと勝手にカバンから落ちることもないと思うの。そうそういうことよ。なのでちょっとこれできっとなくさない未来が待ってると思うので、ちょっと頑張ってみてちょうだい。今後なくさないために、あ、そうね。あなたの未来が明るくありますように。マジでいつも違うの、心の準備がね整ってなかったから今はちょっとワンクッションを置いたけど、だんだんフォントがでかくなってく。あなたの未来が明るくありますようにのフォントがだんだん大きくなってくの。そうね、まあもう大丈夫、未来は明るくなったから。はい、ということで今回はここまででございます。磁石すごいシュールな結果が出ちゃったんですけれども、まあきっとね何らかのね方向性でいい方向に向かっていくと思います。占ってもらった後の結果報告もお待ちしておりますよ。以上、恐ろしく当たる占いのコーナーでした。一ノ瀬かなの秘密の部屋。続いてはこちらのコーナー、チャレンジ1のシーズン2。はい、このコーナーでは私一ノ瀬かながさまざまなチャレンジを行い、声優としてパーソナリティとして成長していくコーナーです。はい、前回からリニューアルいたしまして、記憶力チャレンジで1ポイントゲットしました。そうですよ、1ポイント、あ、これか。スタッフさんのね巧妙な罠にもうちょっと引っかかったんですけれども、なんとかね1ポイントを獲得することができて順調に進んでおります。まあ、今回もねちょっと頑張っていきたいと思うんですけれども、今回チャレンジするのはこちら、リベンジ紙粘土工作。リベンジっていうのはあれじゃないですか、リベンジって意味あれですよね、なんかもう一回なんか挑むぞみたいな、なんか完成されし作品なら別にリベンジって使う必要性はないと思うんですけど、いかがですか。ケンちゃんは可愛かったんですけど、は、はい、ちょっと断面図。ペンちゃんは可愛かったけど断面図がちょっとって、あの私消防車を作ったんですけど断面図って言われてしまいました。まあちょっとか、ペンちゃんはもう100点でも断面図がちょっと微妙だったから、まあ、今回も頑張ってほしいということで、そうですね、じゃあ頑張っていきたいと思います。はい、シーズン1の1の初回でチャレンジした紙粘土工作にリベンジします。その時に作ったのがここにいるペンギンのペンちゃんです。いや、ペンちゃんかわいそうにねティッシュって言われたりとかしましてね、ちょっとペンちゃんもシーズン1の、ね、初回からここに頑張ってくれています。はい、って感じなんですけれども、今回は、来年の干支であるトラを作っていきたいと思います。はい、干支の置物って結構毎年変えなきゃいけないし、意外と正月くらいしか置いてないから、あんま買ったことないですね、そういう置物シリーズは。干支のおばあちゃんとかはあったかもしれないですけど、そんなにないかも。うん、皆さんはどうですか、シーズンによって変えるタイプですか。結構マメなご家庭ですね、だとすると。なのでちょっとね作っていけたらなと思いますけど、今回はこちらの土台の方にね載せていきたいと思います。かなり雰囲気出るんじゃないでしょうか。こちらのねなんか裏のキンキラキンなやつもねあったりとかして、はい、って感じでございますけれども、もう早速いきますか。もう私の中ではだいぶ虎のイメージができてきていてですよ、もうなんか準備万端って感じでいけます。よし、
こちらのね懐かしき紙粘土、ペンちゃんを生み出した紙粘土を使ってチャレンジしていきます。それじゃあいきますか。それではチャレンジ1の分スタート。ドゥン、トゥル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 。もう私の中ではもうなんかイメージとしては完成形なので、今回はねちょっと可愛い感じでいけたらなと思うんですけど、あ、でも平らになるにはどうすればいいんだ。紙粘土なんか断面を綺麗にしたいんですけど、ちょっとこれでですね、これでですよ、まずこの丸っこいのがもうすでに可愛いじゃないですか。あ、そうです、これボディです、ボディ。ちょっとこれでいきますね。これで尻尾を作っていきたいと思います。虎って尻尾ありますもんね。虎の尻尾、尻尾ちょっと大きすぎますかね。こんなもんかな。ちょっとまだ大きいな。とてもいい感じ。調整がね、微調整が非常に難しいんですけれども、虎を本物に、本物最後に見たのはいつだろう。もう動物園自体がもう割と全然行けてないので、もう数年とかになりますかね。あれ、こっち来て動物園行ったことあったっけな。待って、なんかちょっと予想と違くなってきちゃっためっちゃ笑われてなんか違うんだけど、イメージではもっと可愛くなるはずなんですよ。あ、手足つければいけるかな。いや、なんか台形型すぎんのかな、これ。なんか下がちょっとさ、ちょっとなんかやぼったすぎんこれ。え、なんか形がそもそも、え、助けて誰か。いや、なんかね、もっと可愛くなる予定だったんです。ちょっと待ってなんかどんどん、ちょっと一旦ちょっといいですか一旦ちょっと減らしていいですか。あ、減らした方がなんか可愛い気がする。ちょっと尻尾もつけたのに土台でこんなに。いや、作品作り非常に久しぶりです。この最後にね作ったの何だったっけって感じなんですけど、もうそれ以来ですよ。全然ね作ることないので、ちょっとあと耳をね今から作っていきたいと思います。耳はさすがにね可愛くなるよね。え、なんかもっと可愛くなる予定だったんだけど、まあとりあえずなんかねこんな感じなんですよ。結構ガチで作ってるんですけど一向に可愛くなんないんですよね。どうしたらいいんだろうこれから、これからかな。結構ガチなんですけど、あ、いやでもこれに顔がついてきたらですよ、結構いい感じになると思いますね。私、耳ついてきたらだいぶいい感じじゃないですか。いい。でもちょっと極めつけにちょっとつけたいのがまだあって、トラさんってなんか牙あるじゃないですか。牙をねつけていきたいと思います。あ、でも待ってこれ結構大変かも。これ結構しんどくなってきたぞ。いや、でも見本見たらなんか
我が作品じゃなくなる。そう、我が作品、ね、ちゃんとね目はつけますね。目をつけて、なんかどちら目がなんかどちらかというと虎というより超ネズミっぽいんですけど。待って、牙むずいです。いや、目が取れちゃう。もう目だけつけたら一旦終了します。あとは多分どうにでもなります。いや、ちょっと先生、割ともう、でも目がうまくいかんの。つかない。ついて、あ、来た。このなんかくぼみ、顔のくぼみに牙つけようと思ったんですけど、ちょっと収集つかなくなりそうなのでやめますね。なので一旦できました。はい。はい。トラです。トラです。まあそうですよね、そうですよ。じゃ完成したんですけれども、ここからねちょっと色もつけたいなと思うんですよ。だからちょっとひげとかね、そう、そう模様とかはまだまだじゃないですか。一旦ちょっとネズミを経由してるんですけど。経由してるだけであって、完成形はもうちょっと虎になる、なります。で、今の状態だとまだ紙粘土がね乾いていないので、乾いてからじゃないとペンとかね書けないので、乾燥したらペン入れをして本格的なね虎となりますので、ちょっとご安心を。なのでこれが最終形態ではありません。今はちょっとネズミっぽいんですけど、ここからさらに虎っぽくなります。ということで、いつもは番組ツイッターの投票機能で皆さんに出来を評価してもらっていたのですけれども、3日後の生放送までにこちら色をつけるので、生放送中に投票を行いたいと思います。なのでこれを見て投票しないでください。ちゃんとね、そう、最終形態をちゃんと確認してから、そう、ぜひ見ていただけると嬉しいです。絶対可愛くなってるので。でもここの画角からのこのコンパクトさって結構可愛くないですか？どうですか？これは結構可愛いですよね。なのでネズミ年の時はちょっと一旦そうそう、もう通り過ぎちゃったんですけど。これでいけますので大丈夫です。はい、じゃあまあ後日ペン入れをしていきたいと思います。ということで、生放送をお楽しみに。以上、チャレンジ一の線のコーナーでした。一ノ瀬かなの秘密の部屋。一ノ瀬かなの秘密の部屋、前半パートはお別れのお時間です。この後はチャンネル会員限定パートをお届けいたします。後半はバイノーラルマイクを使ったコーナーをお届けいたしますので、ぜひ会員登録をしてお待ちください。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。お便りは番組の投稿フォームから送ることができます。私への質問や話してほしいこと、皆さんの身近にあった出来事など何でも OK です。またコーナーへのお便りもぜひ送ってくださいね。さらに番組ツイッターもあります。放送後の写真もアップされますので、ぜひフォローしてくださいね。ここで私、一ノ瀬かなからのお知らせです。テレビアニメミュークルドリーミーミックス、チア役、沢村ゆり役で出演しています。テレビアニメ境界戦記、千々部紫苑役で出演しています。テレビアニメ乙女芸世界はモブに厳しい世界です
のオリビア役で、来年4月から放送開始予定でございます。そしてもう発表はされているんですけれども、アプリゲームシャーマンキングふんばりクロニクルの、ミリシラというキャラクターで、出させていただきます。でこちらはですね、シャーマンキング初のアプリゲームのオリジナルキャラクターで出演しています。ぜひ皆さんも楽しんでみてください。はい、では一ノ瀬かなの秘密の部屋第15回の放送いかがでしたでしょうか。いや、うん、かわいい。ペンと隣にやっぱいい感じじゃないですか。なんかフレンド感出てますよね。マブダチ感。そう、あ、そう、ちなみにペンちゃんにも色をつけたいと、そうですね、思いますので、ぜひちょっと可愛いですね。とてもちょっとテンションの上がる一作品になったと思います。はい、次回は、19日日曜日に生放送をお届けいたします。また通常放送は12月30日木曜日の22時30分からです。この日は動画で公開いたします。放送中にスタッフコメントは出ないのでご了承ください。そしてチャンネル会員を入っていないよという方は YouTube で視聴してください。よろしくお願いいたします。はい、本編の方であまりメールを読めなかったので、おまけコーナーでメールの方は読みたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。お相手は一ノ瀬かなでした。バイバーイ。一ノ瀬かなの秘密の部屋、この番組はホビーショップあみあみの提供でお送りしました。